はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート24やっていきたいと思います。モンスターの襲撃のところからですね、とりあえずもう準備は大丈夫なので、そのままモンスター退治をしましょう。戦いの準備はいいか？ OK。 ゴールドン、そうか、戦うのか、お前も。でモンスターはね、毎回同じところから来るんですけど、ちょっと街の構造上行きづらい。あ、ちょっと待って、あいつ俺の部屋に入ってるぞ。大丈夫か？ちょ、待ってこいつ、すげえ、わかんねえとこに。何枚や、合流する。倒した。でモンスターが少なくなってきたら、ちょっと力を貯めて次の敵が出た瞬間にこれをやる。これ、はい、あいついるな、神畳みたいなのがいいな。え、うちのチーム誰かヤバいやついる？なんかパワー大丈夫か、まだ味方のパワーなのか敵のパワーなのかよくわかんない。貯めて送って、はい、ちょっと待って、ちょっとヤバくねえか。めっちゃ連携してんだけど、ちょっと逃げよう。薬草がない。薬金を食うかな。破壊力、こっちはこっちに任せよう。溜めて、はい、溜めて、はい、いって結構強えな。もう一旦あるか。はい、あ、やべ、寝た。この状態で寝るのはまずいな。6体、残り6体だからもう1ターンある。ない、6体いるな、これ。よし、ここで、うお、やべ使おう。ハゲもやべ。じゃあ俺は逃げます。あとよろしくお願いします。ちょっとまずいな。薬草どうしたっけ。薬草なくね全部使ったんだっけ。薬の葉で薬草生産してこよう。ただもういけるはず。みんなそんなに強くないね。どっちかっていうとうちの死者が出そうだな。ペロちゃんもちょっと待っていって、危ねえ、やべ。いや、もう食いたくないのよいや、壊された。情けないぜ、やられているハゲがやられた。やっぱ薬草戦いの準備はいいかとか言って、全然さ準備良くなかったね薬草なかった。17レベル、うん、え、何ちもひらめかない。最近もうひらめかなくなってきたな、レベルが上がっても。畜生め、またしても教団の連中に襲われた。お前たちはどうして戦わないんだ。ペロはあんな防御力が低い服で戦っている。確かに戦いの時くらいさ着替えたらいいと思うんだけど。命は一つしかない。確かにね、実際ハゲやられたからね。今は金を探すことが先決。ゴールドに心当たりがある。これやるって何？笛のかけら。あ、なんか山彦の上がどうちゃらこうちゃらって言ってたよね。もう一つかけらがあればすごい増えできる。求めるものがある場所指し示す。金を探す前に笛のかけら探し。笛のかけら探しの前に破壊された建物を修復。このさ、またどうせほぼ元通りになったっていうあれでしょ。ほぼの定義がわかんねえんだけど。そして夕方、銀78個。だってさ、もうあいつゴールドに渡すものなくなったんでしょ。1000個とかどこ行ったの。もう寝たい、すでに寝たい。薬草作ろう。
学祖1個も持ってねえし。どっこ、じゃあでこのヒットポイントはちょっともう寝る、今日は寝る。あ、夕方でももうあれなんだ、次の日に移るんだね。よし、ゆっくり寝てそこから探索を進めていこう。音波、笛のかけらが欲しい。地下のおばさんの私に任せてちょうだい。すごい笛が祀られているって話を聞いた。地下の奥深く、いやあそこかもしれないぞって言われてもさ、全く心当たりないんですけど。え、ペロいたの？あるんだね、今来たのか。地下に行く、これあげる。あ、キノコハンバーグ。上のかけらを探すならマッシモちゃんのところに行く。昇降基地にワープすればすぐ会える。はい、了解です。じゃあもうすぐ向かっちゃいますかね、昇降基地。で、ま、地図にね表示されてくれるのはありがたい。本当にこれ地図なかったらどこ行けばいいんだか分かんないし。この奥、オイラが話した例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所。お宝集を捉えた。すげえ花だな。まあ任せなさい。ガツッといこう、ガツッと。これ何？あ、薄グレー岩か。すげえ上の段までいけんね、めっちゃ上までいける。見事に岩を壊した。奥に何かありそう。マッシモがついてくるようになった。いてキノコ、とにかくキノコも不足している今は。あれやっぱりこれ色違う、マタンゴ。あ、眠りのやつと毒のやつってこと？やられてんな。このさ、トゲトゲのさ、苦キノコ、飯に使えないのがね、毒消し草もそんな大量にいらないし、今んとこ若干持て余してる。他に使い道があればいいんだけど。よし、キノコちょっと回収しながら。うちの食料源だからね。よし、ゴリオス。木材、あれ？なんで木材なんて手に入れた今。なんかありそうな空間だね。地下にこんなでかい建物があるなんて、噂の神殿。これは大昔ビルダーが作った神殿、きっと地震で地面に埋まった古のビルダー。笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。だって神殿に笛のかけらがあるかどうかなんて分かんなくないか。手前の入り口の穴を広げておいてやる。あ、でかい、かなりでかいね。あ、導きの玉がある。まずはこれ、古代神殿。これなんかさ、そう、明かりでさ光ってると金じゃないかってちょっと勘違いしちゃう。いや、すっげえ広いんだけど。何これ、ガチで広い。そしてピラミッドの音楽になってんだけど、ドラクエ3の。敵はただなんかいないね、ただ広いだけ。これは壊せる？壊せない。なんか鍵みたいなのってかさ、逆側じゃん、なんか鍵かかってるのとあっち側じゃん。まあ、探索をしていくか。下に降りてきちゃったからな、上に登ろうとすると。あ、ここ何もないね。あとは
壁だらけだから一回上に戻るか。じゃあからじゃあ見ていきますか。こっちはなんか結局下に行くだけ。こっからさらに上とか、あ、行けそうだな。こっから行けそう。あれ、じゃあこっから来たんだよ。こっから来て、あ、向こうに行こう。向こう逆側、こっち側。お、地下にこんな場所があるなんて。怪しい仕掛けや謎がありそう。謎はなくていいよ。もう謎解くのとか俺超苦手だから。うん、げ、動く石像じゃんあれ。え、動く石像作れってこと。まあ、このくらいのね。このくらいの謎だったら別にいいよ。やることが明確だから。この扉開くみたいな。あれ、これさっきの扉、あ、違う。あ、びっくりした。すげえ、自動ドアだ。これ何、超怪しい宝箱なんだけど。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。 OK、 こういうのやった。青き床に赤き箱を運ぶ。赤いのを調べてどうにかしてみろよ。グローブにする？これ多分開けないよね、まだ。開けない。赤き箱、ハンマーって書いてある。でも、ちょっとハンマーでやってみる。全然ハンマーじゃないんですけど。一回持とう。ちょっとこの砂みたいなの一回じゃあ上にやるか。なんかあるかもしれないからね。なんちもなかった。持てねえんだけど。持てないっす。ハンマーマークが書いてあるから下にやってみる。何これ、ドッカンハンマーです。なんだ、全然わかんない。押せるとか押せない。あ、これ引き寄せる。どういうこと。丸を押してるんだけど特に反応しないな。引き寄せる。なに。なんだ。あ、そういうこと。ってことは今ここしかできない。でもなんか積んでね、引き寄せらんねえよ。でここ、これやってる間にさ、できんのかな。ここやった瞬間にここみたいな。ちょっとできない。あ、わかったわかったわかった。これか。これを置くんだな、きっと。待ってね、置いてちょっと一旦ここに引き寄せよう。でこれをここに置いてここに引き寄せる。そうで、そうすると遮られるから。でこうでこう。なるほど、できた。宝箱、これは何。鍵だね。あそこの扉を開けそうだな。扉を開いたらもっと奥に進んでみよう。ちょっと持ってけない。あ、持ってける。宝箱ってさ、今までずっと放置してたけどさ、壊して。壊せねえ。あ、壊した。やった。もらってこう。で、奥に進めますと。鍵が合わない。ひどくね。逆側かな。じゃあこれ壊せないよね。壊せそう。壊せんだけど。鉄の縄文、こっちが開くか。鍵が合わない。なんなのこれ。
こっち壊せないさすがにね壊して無理やり中へ行くみたいな力押しプレイ。この動く石像とか何なの、絶対動く石像でしょ。だって仕掛けを解いたら襲ってくるみたいな。で最終的にあの宝箱を取ると。まだ行けるところはちょいちょいあるね。あー、こっから宝箱を取りなさいと言われても鍵が合わねえのよ。あとどっかあった、あの扉が開けそうだってさ、シドどのこと言ってんの。いや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 、お前心当たりのある扉教えてくれ。まずここではない、はい、ここじゃありません。下のところってさ鍵ついてたっけ。いっちゃん最初行ったとこ、目的地は表示されないよね。表示されないで、ここも違うんでしょ。当たり前だけど壊せないし、でこっちはなんだっけ、逆行ってみるか。地図的に行ってないとこ、こっち、うんー、なんもないか。あ、あるあるある。あれこれ、これでもなんか一周してくるだけじゃん。鍵開けてもさっきもこんな感じだったよね。下、いや分からん。こことあそこって単に通じるだけじゃないの。あ、多分この中にでもなんかあんのか、なんかあって戻ってこれますよみたいな。ん、なんだ、別に鍵ってさ鍵合わせなきゃいけないとかあんの。使うって、これにしてなきゃ鍵が開かないとかそういう仕掛け。ゲーめんどくさ、もうこの扉も俺は回収して すげえところに扉ができちゃった。返してもらってこう、この扉も何かの役に立ちそうだ。魔物が来るときにね、町の入り口とか作ってさ、そこに置いておけばかなり良さそうじゃん。あれ、これタコドラキマスターの種も大して強くないね。扉あります、扉もらっていこうかな。はい、でこの宝箱怪しい骨ある。お、なんだ、銀のインゴとか宝箱ごともらっていこう。出た、一食い箱、間違えた。一食い箱って結構強いんだよね、出たての時。ほら薬の葉、これはどう、宝箱もらってこう。宝箱って中に物入れられるのかな。ただめぼしいものはなかったな。扉は開けずに壊す、それがビルダー。なんか噴水があるな、またこういうやつか。ちょ、お前じゃない、砂を置き意のままに箱を動かすべし、砂を置けば赤い箱の動きを操れる。そうですね、てか青いとこってどこ、ここか。あ、これ何持ってないの。あ、持ってるわ。一回引き寄せる。あ、これはあれね、
だから最終的にはこれ噴水は何大して効果ない。壊せるんだったらさ、ちょっと壊したいんですけど、ダメだ、壊せねえ。これも壊せないね。ということは、まずここの列に持ってこないといけないんで、これをここほいで、こうやるでしょ。次はこうやって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 こうか。まず一回引き寄せちゃおうか。でちょっと待って、ここに行きたいから砂、これをここでここここで、これ回収してでここ。いやーなんか噴水とかなんか仕掛けに使うのかなと思ったら全然そんなことなかったわ。で回収していこう。ただのサボテンフルーツだし、これまた鍵か。ここに使えってこと？早いな。そうか、さっきも同じあれだったか。俺が単純に鍵どこだって言ってただけで。桃色の花の種ちょっといらないの、少し置いとくか。よし、鍵使う。で扉は壊す。で宝箱は壊して持ってったっけ。これ欲しいな、この辺の。すげえ、え、なにこれ。ガラ絨毯やった、もらっちった。ガラ絨毯ってでも作れたよね。絨毯と柄の絨毯は作れた気がする。サソリがいるか、メタルスコーピオン。いて、くそ、避けたつもりが。防御みたいなのないからね、多分。いまだにお鍋の蓋。それちょっとね、素材島行って川の盾がね作れるようになったんですよ。そういえばこれもしかして下に落ちるとめんどくさいことになるっていうパターン、それともどっかで下に落ちなきゃいけないのか。でまたこれ行って、ひでえ骸骨がいるんだけど、出口を探せ。はーい、お任せします。狩猟の騎士もいるな。でなんかなんでさ俺が追いかけられる。お前ちゃんとデコになれよ。さモンスターさ先に倒した方がいいでしょ、どう考えても。はい、でもこういうのは経験値稼ぎになるからね、ありがたいわ、ありがたい。あれまだいる？あいつなんかやってるけど。扉を開ける術を探しなさいと、じゃないと亡者になるよ。ピラミッドはめんどくさいね、確かに。いやこんなあからさま。これ何？剣？これ何の剣？鉄の剣か。変わんないし。これは？あ、こんなところに宝箱があった。簡単だったな。あれ、宝箱。もうちょっとよく見ておく。薬の葉がさここにさ設置されててもさ台がないと薬草作れないからね。ちょっと柱回り、宝
箱はないかなっけ。もう一回確認する。なさそうだね。こっち側とかも。あれ夕方だ。こんなところまで報告会が届くのか。っていうかまあどこでも届くんだろうけど。銀の行方が今わかんないからね。ゴルドンに使ってた銀がどこへ行ったんだっていう。78個しかくんないから。まあ、しかって言ってもねめっちゃくれてるけどね。いやすげえありがたいよ。もう多すぎるから、供給量が多すぎる。これはもう次ここに落ちてきてしまったやつのために破壊しておこうそうすれば全く問題ない。あでここあそこか、逆か、さっきのとこだね。でここに出てくるわけね。なるほど、わかりました、わかりましたけど、どっから行ったっけ俺。ちょっと待ってね。まずここが導きの玉だから、こう来て、違う逆だ。こう来てここはいけない。あれこのまま奥へ進んでったんだっけ。単純にでこう来て、スタミナってさ意外に減るの早いよね。あでこれを解いたんだ。でこっちはサソリがいたから、でこっちで落ちるとやっぱりめんどくさいことになるから、どうしようかな。空中からブロックを作って安全に進んでいくか。なんか落ちるあれが分かんないんだよな。はい、でこれがまた宝箱、石像を壊せんの。そういえばこれ壊せんじゃん。え動かない石像。いや動くだろ、どう考えても動くだろ。で鍵ゲット。確かに今までの鍵と違う。石像は一つ手に入った。これ回収していきます。絨毯も回収していきます。ケチくせえな。じゃあちょっとこれはここまで戻っちゃっていいでしょう。で右に行くのか。これで階段とかも普通に壊せんな。あこれ金の鍵だったのね。でも後世のために縄文は全部破壊しておくどこでも行けるように次来た人たちが。扉は2つか、破壊していこう。いいね、鉄の縄文がすげえ増えてんだけど。では真ん中で撃つ。よし全員当たった、あとよろしく。これ貯めて、はい、当たんなかったな。あれなんか手に入れた。何これ石炭か。こっち側って、ああ続いてるわけじゃないんだね。なんか結局石人形、剣では勝てぬぞ。え、そうなの。やけに硬いな、石みたいだぜ。剣や斧は効かない。そう、すげえ。超強い。なんか魔法となってる。なんだ分かんないけど、メダパニとかだったら厄介だからな。で
ゴリ押ししすぎてるかな。ただいける、そこそこの経験値を持ってたな。石でできた魔物にはハンマーが効く。あ、また出てくんの。鍵付きの扉がある。あれ、これちょっと一回薬草使おう。あ、お腹が減りすぎている。破壊力があれば石のやつもすぐ倒せるかな。 OK。 なんで魔法の玉が例によって宝箱と絨毯は回収していこう。凝ってるね。必ず絨毯の上に置かれてる。宝箱置かれてたら見えないからね。で、金の鍵で、ここは壊す。あれ、行き止まり。あ、こっちか。またこれか。どんどん複雑になってくるな。ちょっと話すんじゃなくて読む。水は引き合う力を阻むもの。水源はブロックで囲みせき止める。なるほど。これドラゴンの骨みたいなの怪しいから先に回収しとこう。竜族の骨、何使うのこんなの。動く石像じゃなくて動かない石像。ちょっと待ってね、これ自体は壊せない。これは回収しておく。で、最終的にここでしょ。で、初期位置がここでしょ。考えてるから、ここに置いちゃったらこっちに引き寄せらんねえかな。最終的にはここに置くことになると思うから、だからまずここだよね。こんなさ、砂みてえなんてせき止められんの、うん。あ、待って待って待って、こことここ何気にずれてるし、だからここか、まずここか。で、ここに引き寄せて、ここに置いて、ん、違う、ここに置くの、違う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 、ここに置くんだ。で、多分これだとね、来ないんだよね、水があるから。そうそう、そういうことか。そういうことですね。ちょっと水をこれで一回せき止めよう。てかさ、この砂じゃなくてもさ、持ってる道具でよくないか。え、まだ来ない、ダメか。ここも突き止めないとダメ。で、次ここに置いちゃうとな。でも、いや、待って待って待って、ちょっと難しいぞ。これだけスイッチがいっぱいあるってことは、そんな単純な話じゃない。回っていかなきゃダメ。
よし、できた。結構苦戦した。で、鍵これぶっ壊していこう。あれ、これ壊せない。え、これ欲しいのに。まあいいや。ようやく先へ進めるな。で、鍵と、あ、扉、扉、扉は破壊していく。で、どっちだ。こっちは何もなさそうだね。引き返せ、出たー。ランシール。無視して進もうぜ。まあ、確かにね、壁も壊せんだけど。悪魔の壁飾り、へえ。ランシールのさ、この引き返せも結局さ、何の意味もなかったよね。言われる前に殺す。無理か。これさ、設置すると引き返せって言ってくれんのかな。まあ今めんどくさいからちょっとやらないけど。鍵がないから先にこっちだね。で、また宝箱があるけど動かない石像か。で、鍵ゲットして、壊して、これも壊す。で、こっちから出れますよと。ほい。ってことはどこに通じてんだ。あー、ここか。なるほどなるほどなるほど。で、ただなんかもう一個行けるとこあったよね。ちょっと目的地は表示されてるけど、ここ行ってこっち側、ここ、あ、宝箱があるじゃん。なんかこういうところは見ておこう。ミミックっぽいけど。シドウ。お前は落ちてしまったか。俺は一瞬にして風のマントを使って開く。いや、これアイテムがさ、下に落ちるのがちょっと嫌だから。よし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 。さらにまた1日経ったか。早いな。こうやってどんどん鉱石が溜まっていくね。溜まり方が尋常じゃないからな。でもこの鉱石って結局さ、空っぽ島に持って帰れないんだよね。いっぱいあるけど、ここをね、すげえ発展させる気はないんだよね。本当に素材さえ集まればそれでよしっていうところだから。いや、落ちたら落ちたらめんどくさそうだからな。ちょっといいや。で、石像を置けと。いや、これ絶対動く石像でしょ。動かない石像。じゃあ合ってる、これなんか合ってなくね。よし、オッケー。よくさ、こんな石像さ、軽々と持ち上げるよね。軽いのかな。ちょっとマス目に入る。オッケー。で、絶対これ動くから。石像たちの様子がおかしいぞ。ほら、ちょ、真ん中に引き寄せよう。はい、ゼロ。あ、ハンマーね。おった。これでなんか俺的に一網打尽にしたい。あんまりいいねわ。普通の攻撃の方が全然効率いいね。動かない石像とかに死んでいくんだけど。ひたすらこれ。これが全然入るわ。あ、
ボフってなった。あ、倒したあれか、なんか攻撃してるのかと思ったら破壊された後だったんだね。これは石材か、動かない石像とかいつか作れそうだな。よし、ようやくだな、上のかけら。金の鉱脈も探せる。よし、戻ろう。これは回収して、あれ、これは何、これは無理か。じゃあ一回拠点に戻りましょう。もうすでに夜だ。みんな寝てるけどさ、寝てねえか、まだまだ酒場で遊んでる時間か。思い出した、その笛半分にして俺から奪ったの、メドサボール。笛があればいろいろなものを探せます。きっと教団にとって邪魔だったんでしょうね。半分だけ神殿にしまった。わからないけど俺いつかメドサボール倒す。そのためにもゴールドマンに戻りたい。金を探すために笛作ってくれ。やまびこの笛、吹くと鉱石の場所を音で知らせてくれる。音で知らせてくれるってどういうこっちゃ。まあ、いや作ろう。装備、笛のかけら、角度が角度がよろしくない。笛、音符が返ってくる。ああ、見てわかるんだね。音だけだったらちょっと。長いんだけどこれ一回一回。え、毎回これやんなきゃいけないの？ああ、なんだ、イベントで鳴らした。いや俺もさ、いや自分で吹こうって思ってさ吹いてみたんだけど、あそこに何か反応がある。ずいぶん小さい反応。反応は地下、行動を降りて吹くといいかもね。おお、みんな祝福してくれてる。え金は今0個。こいつか、昔地上にあった神殿、メドーサボールが地下に沈めた。メドーサボールは美しいものや光り輝くものを壊したり石にしたりする。ゴルドンちゃんも鉱道の鉱石も全部石にした。鉱山街の宝石といえる私も石にされないように気をつけなくっちゃ。求めるものがある場所を指し示す。金の鉱脈もきっと見つけ出せると。4つ目、長押しするとリストから選ぶことができる。ほうほうほう、ちょっと待って待って待って、ほうほうほう、なるほどね。で次はハゲ、やまびこの笛を吹けば坑道の金の鉱脈も探せる。地下は広いし金は岩の中にうずもれているはず。やみくもに吹いても見つからない。商工基地の南にある南西坑道あたりで吹いてみてはどうかしら。なんとなく禁止を感じている。手当たり次第に掘ってみる。迷わないようにワープで行くといい。キノコハンバーグ、先食ってねえな、キノコハンバーグ。いや俺に働けってことだろ。お前がついてくんのか、マッシモ。
あれマッシモってこいつじゃねえや。名前がわからん。とりあえず回収しよう。そろそろ、そうだね、ビルドレベル上げられるからね。ようやくだ。鐘を鳴らすか。こんな夜中に鐘鳴らすとか超迷惑だな。うるせえって。近隣から来た、クレームが来た。うるせえんだよ、こんな時間に鳴らすんじゃねえよって。あれビルドレベルってあともう上げられないか、ここまで来ると。これ何、屋根、屋根、天板、屋根、窓飾り、屋根飾り、踊り子のステージ、バニースーツあんじゃん。いや、新しい荒くれが来たんじゃないよ、これクレームだよ。踊り子のステージ、バニースーツ、あなたもバニーになるつもりですか。これは羨ましい。ごめんなさい、こんな夜中に鐘を鳴らしてしまって。バニーが来てんだけど。もうバニーが珍しいものじゃなくなっちゃったな。鐘の音に誘われてきた。あなたたちも力を貸して。よし。体の大きなハンサムガイはどなた？単純な奴らだ。俺は以前アーマンさんに雇われてバーテンダー。あ、そうなんだ。ピチピチギャルズと共に戻ってきた。いや、これさ、戻ってこない方が幸せなんじゃないか。ピチピチギャルズを独占できてたのに。みんな話そう。よっ、よって何。何なのだ。ピチピチギャルをこんなところに寝かすわけにはいかない。ピチピチギャルズたちの部屋を作ってあげよう。それは作ろう。おばさんはちょっといいや。こいつか、今までピチピチギャルを独占していたやつは。よっ。よっていうなんか言葉遣いが嫌だな。女性でしょ。ピチピチギャルの部屋どうしよう。スペースがないんだよね、スペースが。ピチピチギャルズたちはもうこのすぐプールのところにしよっか。そう、あとトイレね、トイレじゃねえや、シャワーをね1個増やしたんだよ。使われてないけど。お、泳いでる泳いでる。なんかアップみたいな、みんなこうやって泳げんのか。俺全然泳げないからね。こんなもんね。一応これでハートを放出するんだね。じゃあちょっと今回はここで終了して、次回は山彦の笛を吹いて鉱脈を探すところからやっていきたいと思います。じゃあ次回始めた時にはちょっとピチピチギャルズたちの、お部屋も作った状態から、進めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。